はい。動きがあったテーマセクター個別の材料で同意付いた銘柄を小型株新興市場を中心に見てまいります。アトラクティブストックスのコーナーです。では、えー、見ていきましょう。そんなに材料もないし、テーマっていうのもあんまりなかったかなと思ってるんですが、えーと、こちらから GMOPG、GMO ペメント a t トウェイ、550円だから6140円、9.84%上昇。ちょっと一服した感じになってましたが、j フリーズで海水賞。 格上げが出ておりますこれを交換した回ですね。やっぱりキャッシュレス決済、まだまだ需要は伸びていくはずですからね。はいまあ、ここからですから、ね、むしろね、はい。そんなところでしょう。えっ、ー、と、自社株買いの発表結構多かったんで、インプレス8円高165円5.1%上昇、自社株買い交換した形ですね。えっ、ー、と、こちらも自社株買い。 ですね、価格も114円が2078円5.8%上昇うんとアサヒンテック、えー、220円のが5370円4.3%上昇大和証券も目標株価引き上げ出ておりますあとですねこれ見忘れたですねファンケル 今日、化粧品強かったですね。デイリーマーケット情報なども見ましたが、ファンケル260円高 5, 円、5730円4.75%上昇。バット見ていきましょうか。こちらでも構成、コ、えーセン4.5%上昇、えー。ポーラーオルベス115円高、3.67%上昇。ノエビア130円高、2.5%上昇と、こんな感じでですね、えー、掃除で化粧品が強いということであります。顔。 2.2%、えー、上昇ですね。そんな中ですね。まあ、ここがまだ弱いんですけど、まあ、それはいいんですけど、<laughs> えっと、アスタリフトが弱いんですけど、えー、どうしようかな。あんまりないんですよね。日本カーボン。まあ、レポート、ダイバーからレポートが出ていて、まあ、あんまり状況の判断、 変更なしみたいな形で、ちょっと物足りなさがあったんでしょうね。210円安5330円3.8%下落です。えっ、ー、と、日社。JP モルガンで目標株価引き下げ出てます。109円安1781円5.77%下落です。こんなレーティング関連の材料しかなくなってきちゃいましたね。うーんと。 夜勤工、日本夜勤工業、4円高287.1.4%上昇。立花証券で格上げ出ております。うんと、あと、これも多いですね。東証一部への指定替えです。ベネフィット百359円高3020円、13.5%上昇、えー。同じく東証一部への指定替え決まっております。28日ですね。えっ、ー、と、インフォコム255円高4450円、6.08%上昇。また高値取ってきそうですけど、どうでしょうか。続いて、 エンカレッジ。こちらも、えー、本則市場への、えー、指定買いを申請したということですね。で、えー、同時に30万かもの立ち上がり分配を予定しているという発表がありました。あとは、グローバルリンク。これが12月13日付で、当初一部に指定買いが決まっております。えー、あと、株主優待制度を導入すると。であと、記念株主優待も実施するような話がありまして、今日、ストップ高ですね。ちょっとどこだ、ここか。ここにいます。 150円高ストップ高比例配分、1096円15.85%上昇ですうーんアプリックス、えー、29円高2716.3% 0円上昇 Bluetooth ローエナジーモジュールの累計出荷台数が50万台を突破したということだそうですあすき焼き ファンクラブサイト運営ですね。J リーグクラブのファンサイトを運営する C グローバルという会社を連結子会社化したという発表がありました。35円だか百595円6.3%上昇です。J リーグの、ね、サポーター熱いですからね、なかなかね。フォーサイド50円だか二230円27.8%上昇。子会社が中国の,あのアリババとの参加の企業と業務提供した発表がありました。 えっとまあ大型ちゃ大型ですけどセコム174円高9206円1.9%上昇東京都の警備ロボット実証実験に参画するという発表がありました日本ラット150円高909円19.76%上昇、えー、人工知能を手掛けているアメリカのディ,メンションディメンショナルメカニクスとパートナーシップ契約を締結したと、えー、発表がありました 日本公営132円中2 5 5 4円5.5%上昇イギリスの蓄電システム事業に EPC コンストラクターとして参加すると発表がありましたトランスジェニック19円中521円3.8%上昇国立がん研究センターが子宮頸がんの検診に HPV 検査を推奨するという方針の報道があったということであります あとはこんなもんかな、そんなに今日は材料っぽいのないですね。うるうる。これずいぶん下がったんですよね、今日ね。えー、148円,安円、安2068円6.68%下落です。筆頭株主の星智也さんですか。野村信託銀行と株式処分信託契約を締結したということで受給不安ですね。 え、ということでありまして、大きく売られております。はい、そんな感じですかね、あんまり今日はない <laughs> ですね。えー、ですので、ちょっと高値安値更新した銘柄、高値更新した銘柄で注目のところですね、探していければな、ということであります。今日は本当に何にもないですね、そういう意味ではね。 うん、あんまりないんだな。チェンジとかはまた高値更新してますんで、この辺ちょっと見ておきましょう。チェンジ。えー、60円だから6180円で0.98%上昇。まだもう一段行くのかなどうかなえっ、ー、と、アサヒンテック先ほど見ましたね。あと、あんまりちょっと小型で、私が気になるのがあんまりないんですが、ジャスタック。KY コミュニケーション。 KYCOM ールディングス、s 100円高772はすんげえ上がり方ですね。14.88%上昇。あと、御用インテックスもちょっと気になってるんですが、155円高4300、あ、まあ、修正後か。修正後の高値ですね。4323.7%上昇。あとは、クゼとかイメージワンとか高値越しですね。卸し売りみたいなところに属する業種が多いんですが、 えー、なんか今日は新たに高値更新みたいなのないですね。チームスピリット、まあ、高値更新してそ、えー、その後マイナスに転じました。えー、あと、オークファン、こちらは純粋に高値更新ですね。54円中、1303円、4.3%上昇という形です。なかなか難しいですね、うん。というところでした。はい、そんなところでありまして。えー あと、あれを見ましょうかね。インバウンド関連はちょっと最後、他見ておきましょうか。三越伊勢丹。安いんですよね。だから百貨店が全部高いかって言ったら別にそういうわけでもないんだけれども、まあでも比較的しっかりっちゃしっかりだよぐらいの感じで見ておかなきゃいけないんですかね。松木を。 150円だから4285円3.6%上昇。こっちは高いんですね。なるほど。じゃあ、鶴葉。160円だから11300円1.4%上昇。なるほど。えっ、ー、と、ここからファイン。140円だから6340円2.26%上昇おー。どこで途切れるか。と <laughs>、えー、薬直器。 70円高8270円0.86%上昇あと何ですかねちょっとこの辺で途切れそうウエルシアああ、大文字か140円五5810円2.47%上昇コスモス薬品おいここで終わりました80円安21510円0.37%セント下落と。 あやっぱり化粧品とかっていうところを中心にまだ見てるってことですね。インバウンド関連は。こんなところかなというところで。以上、えー、アトラクティブストックスのコーナーでした。